ディエデリック・ジョエル・タグー・タジョは、カメルーン・コング・サンバ出身のサッカー選手。カメルーン代表。ポジションは FW。カメルーン・コング・サンバに生まれ、2009年9月にブラジルに移住。その後イラチ SC の下部組織でサッカーを始めた。2011年3月にオーナーが同じロンドリーナ EC に移籍し、2012年にトップチームに昇格した。 2012年3月28日のカンピオナーとパラナエンセでアルトゥール会期に代わって途中投入され選手初出場。4日後の試合ではプロ初得点を記録した。2014年ロンドリーナはカンピオナーとパラナエンセで優勝したが彼は4得点を挙げてこれに貢献した。またカンピオナーとブラジレイロセリエ D でもレギュラーとして活躍コパドブラジルでは サントス FC から得点を奪い勝利に貢献した。コリチーバー2014年9月4日にカンピオナーと、ブラジレーロセリーエのコリチーバー FC がシーズン終了までの契約での期限付き移籍で彼を獲得、水面下ではドイツのクラブも接触していた中での期限付き移籍となった。3日後にはアレハンドロ・マルティヌシオに代わって投入されて、 カンピオナートブラジレーロセリエ A 初出場となった。その3日後には、全国一部初得点も記録した。翌週の試合でも得点を記録したが、ゴールパフォーマンス中にロッカールームへと続くトンネルの穴に落下した。2014年12月16日にカンピオナートブラジレーロセリエ A のクルゼーロ EC に250万レアルで移籍。翌年2月1日のカンピオナートミネイロで、 遺跡後初出場初得点。5月には所有権をラポサに買われた。しかしその後は怪我に苦しみ、同年のカンピオナートブラジレーロセリエ A では11試合1得点に止まった。期限付き遺跡2016年1月11日にサントスに1年の期限付き遺跡。1月30日のカンピオナートパウリスタでパウリーニョに代わって投入されて遺跡後初出場となった。 2017年1月19日に1年の期限付き遺跡でボタフォゴ FR に加入。同年6月20日にはアバイ FC へと遺跡先が変わった。マリティモ2018年1月8日に夏までの契約で CS、マリティモに期限付き遺跡。期限付き遺跡は延長されたものの2019年6月に心臓病を患った。このためクルゼーロに戻り、 回復に専念した。10月にクルゼーロのメンバーとして戦列復帰を果たした。2020年1月に再びマリティモに期限付き遺跡。2018年5月27日に行われたブルキナファソ代表戦でカメルーン代表デビュー。2019年6月3日に行われたザンビア代表との親善試合で代表初得点。 アフリカネーションズカップ2019のメンバーにも選出されていたが、同月に心臓病を発症したため参加することはできなかった。なお彼の代わりの選手は召集されなかった。ありがとうございます。